新年明けましておめでとうございます。元旦といえばキーポンの三角くじ、今年もやってきましたよということでね、思い出したんですけど、今年からですね、釣り子 TV チャンネルメンバーシップっていうのを始めたんで、いろいろ特典は考えてるんですけども、およそ昔のね1700本ぐらいあるね動画をもう全部見れたりとか、あとはメンバー限定の動画とか、今年いろいろなコンテンツで考えていくんで、ぜひねチャンネルメンバーシップよろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、ということで新年一発目は、新年恒例三角くじ1回300円、今年はいくらベットできるかということで、ラッキーガールに来てもらいました。めいちゃん、意気込みは？はい。あ、いい、お目が高い。片口はやばくない。これ目つけると本物の魚みたい。可愛くなる。うん。目さん、あのこちらです。こういうの欲しいから、こういうのを当ててください。はい。はい。もう終わんないでください。スーさん、なんか気になる、1位欲しいわ。2位でもいいよ。当ててあげるよ。どこら辺がいいかな。あ、でも6等とかでも竿なんだな。竿欲しいな。うん。どうしようかな。200番台、100番台、無地2枚でこれがもらえて、あ、すげえ、スーさん、無地20枚でこれは少ない。プライヤー、エバーグリーンの高級プライヤー、20枚ってことは300円、6000分外れたら、外れた、でも当たるからな、ちょいちょいな。100枚くらい買ったらこれいけんじゃない。あ、わかんねえよ、まあいけんじゃない。これ欲しいの。無事にいいやつ、いいやつなんだ。いいやつだこれ。さあ、いくら分いくかな。パパ、これ何？これはね、無事ってこの三角くじで外れたらこの中から選んで買っていいよともらっていいよっていうやつだから、これが300円で手に入るわけだから、まああれ、はい、無地でこういうのももらえちゃったらすごいお得なんだよな。まずは5000円分ね、行ってみたいと思います。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まずは5000円分三角くじ16回、はい、めいさん16回くじ引き引いてもらえるかな。当たるといいね。うん、お願いします。竿欲しいね、パパね。ありがとうございます。16回、はい、じゃあこちらです。じゃあ16回ここに入れてください。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。三角くじ今年は何日ぐらいまで、終わるまでやるんでしょ。出るまでやる。出るまでやる。出るまでやります。まだ差を。上位と二等三等、まあ上位ですよね。はい。ロットリールが出るまでやります。はい、じゃあ今日まず5000円分16枚、はい。頑張って、はい、当ててください。はい、じゃあめいちゃん16枚選んで。一個一個選んでね。1枚目。2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、16番選び終わりました。じゃあ開けていってください。竿は当たるかな。1枚目、
あー、オッケー。お願いします。無地、はいはい。これ無地16、20枚集めるでもいいか。お、当たった。200万です。これ200万大切に稼いでいくのがやっぱりコツコツいくタイプ。はい、いきなり200万来ましたよ。ねえ、これ一等賞出んじゃない？よし、どんどん開けていこう。うん、調子いいよ。当たんないときこの200も出ないからね、なかなかね。言いながら来てるよ。ああ、大丈夫大丈夫。ね、無事ね。はい、大丈夫大丈夫。言いながらが感じてる、今すごい言いながら来てる。おお、来た。来ましたよ。来ました来ました。200万。オッケーオッケー。でもこの開け率で200こんだけ出てね、これいい流れ来てる。カンカン鳴らす準備してる。こっちもう声の感じで、あ、大丈夫大丈夫。無事無事。来てるよ、スーさん。もうさっきシングルだと思った。ねえ、来た来たとか叫んで。お、来ました。来ました。200万。ディン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 出ない。でも3回当たり引いてるから、すごいすごい。この率で3回すごい。無事ね。オッケーオッケー。まだもうこっから特賞特賞。無事？ああ、うん、大丈夫大丈夫。来てるよ来てるよ。大丈夫大丈夫大丈夫。さあ200番どれにしようかな。大丈夫大丈夫。言いながら来てるよ。ちょっとしか悪くない。さあ、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、来てるよ。じゃあここら辺で100番台行っとこうかな。オッケーオッケーオッケー。2枚、あと2枚。どっちから来る？じゃあ右側からお願いします。はい、行ってみましょう。さあ、おー、無事。最後の1枚。はいよ。はい。はい。お疲れ様です。じゃあ200番集めてもらっていい？これね、釣り子がやるとあのなんか当たんないんじゃないかみたいなイメージ持たれる方がしっかり当たり出てるんで。当チャンネルだけですからね、当たってないの。当たってないわけではない。こう日本は200がいっぱい。これね、この中から選べるのと、あと無地がね、これも、あの商品と交換できるから、はい、じゃあめいちゃん、ね、200が3枚と、白が13枚あるから、とりあえず200の3つ選んでもらって、この中から気になるやつ。お目が高い。あ、それカニさんワーム。カニさんそれ欲しい。あ、それも、うん、それハイドアップのやつだよね。他何を。あー、あ、いいじゃん、闇入ってんだ。あと1個しかなかった。他もう闇ない。闇あったら3個ぐらい。あ、それ1個なの。じゃあ200番台それ3つ入れてもらっていい？うん、ここに。これ200番台で、あっちに無地のところコーナーあったからちょっと見に行っていい？でかっ。あ、お目が高い。
ちょっと待ってよ。プラグはあれ1個欲しいから。あ、とりあえずこれ200、3つこれと交換してもらってこようか。うん、これお兄さんにこれと、うん、この券3枚渡して、うん、これ200当たりましたって来てもらっていい？当たりました。確かに。ありがとうございます。いや、今年こそ竿行けるかなっていう予感がしてたんですけど、でも朝からちょっと奥歯治療中の歯が正月なのに抜けたりとか、ちょっとでも200もいいのあって、ね、いいのいっぱいありました、いいのいっぱいありました。はい、ありがとうございます。で、こっからあと13個ルアーが選べるから、他に、あ、いい、他ね、ルアー向こうで1個欲しいから、13個だから、あっち、とりあえず7枚でプラグもらえるから、プラグ選び、あ、プラグってあの硬いルアーね、うん、そうそうそう、これ、これこれこれ、これパパ欲しい、無地7枚。めいちゃんおすすめの色ある？この色釣れそうとか。うん。じゃあこれ。おお、いい色だね。これか、うん、大きいやつ。これも7枚でいけんだ。あ、これ持ってないな。じゃあこれいこうかな。うん、これで7枚まず使う。うん、1、2、3、4、5、6、7枚。でしょ、うん、そうすると、うん、ありがとう。お、ジグヘッド欲しいから、これまず2枚だろ、うん、これで2枚消費して 0.6、 もうちょっと重いやつの方がいいかな。パパ八さんいる、うん、八さんみんなにいるから、あ、これ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 、あ、これがいい、これでいいですか。大きい、うん、これで4枚でしょ、うん、で、あと2個ルアーが選べるから、うん、大きいのと大きいの、うん、これ長い、うん、これでいいか、オッケー。すいません、ごちゃっぺなんですけど、まずこれが1枚もの2つ。じゃあこれでフィニッシュで、すいません、今年も、もう早くも来年見越してるんで、はい、はい、全然負けたと俺思ってないね、はい、負けてない、負けてないです、もう、はい、でも総額考えたらもう完全に得してる、完全に得してますね、うん、なんであんなに西根ルアーズのルアーいっぱいこの無地で提供していただけるのか。いや、もう還元なんで、うん、ジグヘッドもこれは普通に使うジグヘッドなんで、喜んでもらえるように、はい、交換品も選びました。じゃあ今年もたっぷり商品をゲットして、ラッキーガール、ありがとう。はい、ありがとう。じゃあ、はい、今年もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、やったぜ。よし、行こう。じゃあ失礼します。ありがとうございます。これ見っけたの、これ一番飼いづらいと言われてるレイジースイマーが発見されました。リアルカラー、うん、リアルカラーと塗装カラーで、これもリアルじゃんね、全然、まあ、あ、でも値段が全然違くない、リアルカラーなんだけど、めいちゃんこっちの上のパパ、あの今お金いっぱい使っちゃったからリアルカラー買えないから2750円の、これでいい？いいよ、うん、じゃあこれ買いに行こう、うん、はい、もう行きましょう、もう一回、僕は、okay、もうこんなに大きくない、okay、早く行こう、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。すいません、あの、とんでもないのが普通に売ってたんで、ただ、あの、貧乏なんでリアルカラーじゃない方もすげー、これ一緒にまとめちゃいます。あ、ありがとうございます。すごい、皆さん元旦だとレイジーまだ買えますよ、買えますよ
これマジほんと買えないですからね。品薄ですよね。うん、でっかいのはさすがに関東でなかなか自分使いこなせてないんで、はい、このサイズこのサイズ、そうそう初売りだから、そう、そういうとこもちゃんと見ない、はい、ありがとうございます。じゃあめいちゃん出ましょう。はい、というわけで、今年はこういう結果になりました。細かくはねまた後でしょうか。まず初売りならではとんでもなく今買いづらくなってるレイジースイバーが普通に陳列されていたんで、リアルカラーとあとレギュラーカラー両方ともまだあったのと、あとはノリーズの買いづらいプラグとかも普通に買えるんで、で、まあ、こっちはねさっき選ぶところからいっぱい写してたと思うんですけども、まあちょっと竿とかはね残念だったけど、でもこんなにたくさんジグヘッドとか結構ガチで使うワームとかね盛りだくさんで当たったんで、ラッキーガードありがとう、うん、また来年も来て取れるかな、いいと思う。というわけで、釣り子 TV 元旦スペシャルということで、今年もね価格くじ挑戦してきました。また来年も来ますんでね、よろしくお願いします。また会おうぜ。